今回はちーちゃんがうどん大好きだからうどんのドッキリをしたいと思います。じゃあちょっとその箱を開けてみよっか。はい、すごいかも。うービリビリいいな。うどんグミレモン味。あ、レモン味、レモン味なの？って書いてある。うん、チゲ。お。じゃじゃん。短いね。ちょっと短いね。くっついてる。柔らかい？うん、柔らかい。ほんとうどんだよ。うどんだね。でれん。うどんだね。レモン？レモン。ちょっと食べてみる。いただきます。え、普通のグミでしょ。おいしい。おいしい。おいしい。じゃあこれでしーちゃんをドッキリさせてみましょう。レモン味だ。君の方は、これね、さぬきのうどんで、さぬきうどん、こっちは名古屋のきしめんっていう、ちょっとそれ袋から出してみよう。うん、平らなの。面白い。面白い。それ茹でると、うん、なんかちょっとどっちもね、いつものうどんじゃないんだけど、うん、こんな感じ。すごい欲しい。いつもさ冷凍うどんだけど今日はちょっと違う感じの高級うどんです。食べる、はい、じゃあ食べてみて。でね、これねちょっと味ついてるから最初はつゆなしでそのまんまちょっといただきます。うん、一本とか食べてみて。いただきます。どうぞ。本当に味ついてる。本当に味ついてる。グミみたい。グミみたい。うん。グミみたいな感じ。嘘。本当？本当？本当？うどんじゃないの？変わった感じ。次こっち入れる。醤油味？あ、まだ入れてない。グミみたいな。グミ？君もちょっと食べてみる。君は食べてみる。これ大きいよ。うん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 。ちっちゃい。おいしい？うん。こんなに食べる？うん。すごい食べてる。これは普通？おいしい？醤油味。こっち醤油味。うーん、すごい醤油味。でもこっち食べてみたら。あ、見た。じゃあムチムチしてる。こっちは、こっちは弾力があって、粉がついてるの。はい、ちゃん、味も弾力もいいでしょ。でれーん。ってことは？ピッテリーだよ。やったじゃこれグミだよね。グミ、グミです。それうどんの形をしたグミです。絶対同じだよね。長さ違うもん。もっと長いよ。なんか変だと思った。うん、ねえ、これリミナは本物でしょ。リミナは本物のうどん。すごい味付いてる。それスーパーで買ったの。普通に味ついてんの？でもこの。ついてるよ。嘘。本当？うん、そのまま煮込んだから。ああ。ねえねえ、チュー入れて。うん。天ぷらでイカ。普通のうどんと天ぷらを食べましょう。普通に食べましょう。衣もお腹空いてる。めっちゃ美味しい。
もちもち。ね、こっちはいいうどんだから。ゆうゆう。じゃあ食べましょう。はい、また見てね。はい。怖いじゃないよ。はい、ということで私がドッキリに引っかかりました。バイバーイ。もう終わり。もう終わり。何より普通のうどんの方が美味しかったです。でもさ、これパッと見さ、なんかおかしかった？おかしかった。おかしかったやっぱり。私のだけ種類違うな。え、でもパパだって。なんかこっちの方がいっそムカつくって思った。なんで私こんな太いやつなのと思った。違うよ、少ない、ね、思った。はい、早く、はい、食べましょう。意味をねえか、ピクピクグミ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 ペアそんじいらおやつだ。